王の菜園は、フランス、ベルサイユにある、ルイ14世の食卓のために作られた菜園である。1678年から1683年に、かけて、ルイ14世の庭師で、農学者でもあった、ジャンバティスト・ラ・カンティニーの監督のもと、王の第一造園家、ジュール・アルドゥアン・マンサールによって建設された。現在は、ランドスケープアーキテクトを養成する、国立ペーザージュ。 造園学校の敷地であり、その管理下にある。王の菜園と地続きのバルビ公園は、共に1926年に、フランス文化財に指定された。ジューリュージュ・マーレーシャール・ジョフリー、ベルサイユ、フランス1667年、当時の有力者の領地での造園を行ってきた、ラカンティニーは、ルイ13世時代から続く菜園の整備を、行うようになる。六百七十年、 ラカンティニーが、宮廷の財務総監、ジャンバキスト・コルベールからルイ14世に紹介され、王の庭師に任命される。1678から1683年、ルイ13世の再演が、手狭になり、新たに、大規模な再演が必要になる。ラカンティニーが監督、ジュール・アルドゥアン・マンサールが策定を請け負う。1679から82年、ルイ14世は、 並行して、ピエス道でスイスと呼ばれる人工池を隣の湿地帯に造営し、景観を作り出す目的のほかに、菜園の冠水にも役立てた。池を作った際に出た土は、菜園の整備に利用した。1682から3年、庭師が滞在できる石造りの建物を敷地の北西部に新設。この時、菜園の石造りの高台や壁も同時に、 建設されていた。一年を通して野菜と果物を途切れることなく、宮廷に届けられるよう、カンティニーはより良い栽培技術を研究し続けた。宮殿の旧舎から運ばれる堆肥も利用し、牛と馬では堆肥の効能も違うため、目的により使い分けるなどして作物の質を向上させた。このような研究がカンティニーの名声を一層高めた。 1687年、没後1年前、その功績により、ルイ14世から、貴族の称号を受けている。庭師フランソワルイコール・ノルマンが、カンティニーの没後3年経った1691年に、再演の監督となり、その後90年にわたり、ルイコール・ノルマン一家が代々監督を引き継いでいく。フランソワは、弱った樹木を植え替えたり、アスパラ専用の畑を、 菜園の外に作るなどの工夫で発展に貢献した。フランソワの息子、フランソワ・ドゥ・ルイコール・ノルマンは、コーヒーの木を導入し、ルイ15世に大変喜ばれた。1732年、フランソワの兄弟、ルイは、オランダ式の温室を導入し、1735年には、王にパイナップルを検定した。温室は作業者の仕事を楽にし、再演の大きな進歩につながったが、 やがて1749年以降、ルイ15世がトリアノンの植物園に宮廷の予算を当てたため、菜園の状況は停滞する。1759年、ルイの息子、ジャックルイが宮廷に保存用食料を提供する必要ができたため、菜園の活動が一定に維持されることになった。彼も常に研究を重ね、アスパラ、イチジク、 メロンの栽培は高く評価され、頻繁に旅に出ては、持ち帰った種を菜園に根付かせる努力をした。1792年の死去に際し、宮廷の財務官、アンジビレル博から、菜園の経営を整え、支出を抑えた上で、今までになく多種の植物を発展させたことが評価された。1793年頃から、革命の影響で経営が苦しくなり、 個人に土地を分割して貸すなどの対策が取られ、教育のために菜園を利用する案として、1798年に実験農園が開かれる。1815から18年、王政復古により、ルイ18世が王位につき、再び菜園が王のための果樹園に戻り、農学者でもあるルリ・ユール博が王の庭園と菜園の監督として、 ラカンティに時代からあった株数を上回ると思われるほどの樹木を新しく植え替え、科学的な視点から再現を見直し、ラカンティに以来の方法を刷新した。1818 18年から49年、植物学者のプラシドマスイは、ケールなどの新種を導入し、また、温室の温度調整技術も向上させ、パイナップル、バナナなどの栽培を発達させた。 1866年頃から農業教育を整えようという声が農業界や県から上がり、1872年に学校設立のための法案が農業に詳しいジャーナリスト、ピエール・ジョアノーから出され、1874年に国立高等園芸学校が再演の責任者であったオーギュスト・アルディを初代校長に再演内に開校。 できた作物を販売することで資金を得る仕組みで、2年の学業と実技ぎが課せられていた。1976年、インシュから風景デザイン分野について、国立高等ペイザージュ、造園学校が引き継ぎ、ランドスケープアーキテクトの国家資格を取得する過程を設置し、改祖の上、現在の学科課程が制定されるに至る。ジーン、バティストラクアンテニーは、 宮廷の財政管理人の息子であり、進学、哲学、法律を治め、当初は弁護士を目指したが、イタリアで見た風景を機に庭作りに関心を持ち、研究を重ねながら、当時の有力者の領地の増援に関わり、その人脈から王に紹介された。ノーティスの OPA00087681。ベースメリーメイ、ミーニーステアフランセデラカルチャー。サイトウェブテンプレートでは、 アクセスデート、イコール引数が必須です。ルイ13世の再演は、宮殿南脇の入り口から伸びる、リュデル・アンディパンドンス・アメリカの近くにあった。跡地の一部が公園になっており、見取り図が掲示されている。ピエール・バーレット、ルシャトー・デ・ベルサイユ、ファイード、1988ISBN2 から2 1 3 0 1 6 0 3 p 2 0 4 ピエール・バーレット、ル・シャトー・デ・ベルサイユ、ファイヤード、1988ISBN2 から 213016003P205 ハット AB ニコラス・ナケイ、シークレッツイ・イキューリアしてデ・ジョドン・デ・ベルサイユ、パー・イグラム、ISBN978 から2から 840968146P86WMF のサイトのポタジジュロは、紹介ページより、 https://www.wmf.org スラッシュプロジェクトスラッシュ potager-tu-roihatabc 国立高等ペーザージュ造園学校のサイトの人物説明レドュナスティーデレノルマンドからピエール・バーレットルシャトーデ・ベルサイユファヤード1988 ISBN2-213016003 ピアニッシモ492から493国立高等ペーザージュ造園学校のサイトの人物説明ルコントレリアから国立高等ペーザージュ造園学校のサイトの人物説明オーギュスト・ハーディからありがとうございます